FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオなんと第98回の収録となっております。ほう、そうですか。はい、すごいね、98回も続いている。そうですね、もう記念すべき100回まで、もうあと今日の収録合わせてあと3回というところなんですけれども、8回、あ、そっか、8回、9回、10回。子供みたいな数え方してますけれども。はい、つい先日はね、パリオリンピックも閉幕しまして、はい、うん、で閉幕したかと思ったら地震がねちょっと頻発してね、うん、心配な、南海トラフ地震のなんていうのかな、前兆じゃないかみたいなことがあって、うん、ちょっと心配した点もあったんですけれども、はい、うん、なんか一応警戒は続けましょうということで、はい、はい、一旦落ち着いてはおりますが、まだね現状ではその完全に安心というあれはできないからね、大きい地震からそう日は経ってないのでね、引き続き沖縄の方にもね、もしかしたら影響があるかもしれないということですので、皆さん、防災の方とかね、はい、グッズですとか、はい、はい、用意してね、はい、そういった災害に備えることも必要かと思っておりますので、はい、ちなみに我々は防災グッズ、はい、はい、準備しておりません。そうね。なあ、できてないんだよね。できてないね。うん、だから十分にできてないね。これがちょっとまあのんきといえばのんきではあるかもしれないんですけれども、うん、うん、まあ来るときは来るかなという思いもあるし、なかなかねその防災グッズにまで、お金を回せない現状っていうのがね、まだ我々ギリ生活保護の真っ只中なんで、健太さん働いてはいるとはいえね、まだなんかお試し期間中というかね、ちょっと様子を見ていただいてるという感じなので、はい、はい、この後、まあ、しっかり働いて防災グッズを買えるようにしたいと思っております。はい、はい、メンヘラジオ本日もよろしくお願いいたします。はい、メンヘラトーク。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャス見てますか？はい、来てますよ。あ、じゃあツイキャスの方、はい、遊びに来てくれてる方々のメッセージ読んでいただこうかな。はい、はい、埼玉の郷さん、はい、メンヘラネーム埼玉の郷さん、お薬の前に聞け、お薬の前に聞け。ありがとうございます。埼玉の郷さん、髪色変えたなっちゃん、野球好きの健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。今回ね、オリンピックね、野球がちょっと入ってなかったから、あまり燃えなかったんだけど、健太さん的には。あ、健太さん的にはね、はい、はい、まあでもそれなりに楽しませていただきまして、うんうんうん、うん、埼玉の郷さん、ありがとうございます。うん、はい、では、本日のトークテーマ参りたいと思います。はい、何でしょうか？はい、本日のトークテーマは、ネットの誹謗中傷、あなたはどう考える？はい、です。はい、はい、冒頭でもね、オープニングでも話しましたけれども、うん、パリオリンピック、はい、
無事閉会を迎えまして、はいはい、まあ、日本がね、柔道に始まり、うん、スケートボードね、うん、でフェンシング、うん、で体操、ね、うん、やり投げとかさ、はいはい、まあ合計でなんと金メダルをね、うん、20個も獲得したと。すごい、うん、すごいすごいね。で、まあ、金銀銅ね、まあ、20個から、まあ、銀銅銀メダル銅メダル合わせると、うん、合計でね45個のメダルを手に入れましたと。45人もいるってこと？メダルをもらった人がね、うん、日本選手の中から、うん、で、まあ、これはね3カ国の中でもね、うん、アメリカと中国に次いで、うん、メダルの獲得数が多かったのよ。ああそうなんだ、うんうんうん、なので日本人選手のね活躍が目立った今大会でもあると思うんですけども、おーおーおー、うん、すごいですな。ただねこのなんていうのかな、活躍が目立った今大会だったんですけれども、はい、その反面今回のオリンピックね、うん、あのパリオリンピックは、うん、前回の東京オリンピックに引き続いて、うん、炎上五輪って呼ばれている。炎上五輪、うん、そう呼ばれるほどに、うん、SNS 上では、うん、日本だけじゃなくてね海外でも、うん、たくさんのね誹謗中傷がさ見られたみたいで、まあ、金メダル獲得のさニュースと同じぐらい、うん、選手だったりあるいはその試合のね、うん、ジャッジをしていた審判に対する、うん、まあ誹謗中傷罵詈雑言がさ、うん、話題となってヤフーニュースとかにもよく取り上げられてたのね。で中には批判を受けた選手が、うん、自分でね自分の SNS 上でちょっともういい加減やめてくれじゃないけどさ、うんうん、自らの胸の内をなんかちょっとさらけ出してたの、うん、だから、まあ、そういったね金メダルのいいニュースとそういった誹謗中傷の悪いニュースがさごっちゃになっててさ、うん、なんか素直にね感動したねって言えないなんかなんともモヤモヤっとした気持ちがさ俺どうしてもあってさ、うん、だからなんか優勝した、あ金メダルだ、うん、もうおめでとうって、そうそう、あるいは ね銅メダルだった、あるいは予選敗退だった、期待されてたけど、うんうんうん、予選敗退だったっていう選手に対してなんか誹謗中傷とかね、おひどいね、うん、なんかそういうのはちょっとどうなのかなって。例えばね叱咤激励だったらいいのよ、なんか叱咤激励、うん、なんか叱咤激励、あの態度は良くなかったよって、でも、うん、よく頑張ったねみたいなね、うん、なんかお叱りの言葉と、うん、なんか激励の言葉が混ざったような、うん、まあ、叱咤激励って言われる、うん、ああいう感じだったらいいと思うのよ、うん、ただ大半の人がね、うん、まあ一部の人でもあるんだろうけど、一部じゃない、なんかただただ悪意をぶつけてきよるから、うん、なんかそれを受けた方はね、なんか精神面のメンタル的なストレスがもう半端ないだろうなってなんか思ってて、うん、俺が受けたわけじゃないけどなんかその人のことを思うとなんか胸が苦しくなるというかね、うん、そうそう、ね、あったり、ね、でオリンピック以外で言うと、うん、直近だったらタレントのフワちゃんがさ、うん、あの芸人のやす子さんの、うん、SNS での投稿に対して、うん、なんか共演経験もさたくさんあるはずの、さらにやっぱ同業者であるにもかかわらず、うん、なんかひどい言葉を投げかけたという案件があって、うん、でまたそんなフワちゃんに対して誹謗中傷する一般の人たちというなんかもうどうしようもないなんか誹謗中傷ループみたいなさ、うん、なんかもうはあってため息をなんかついちゃうようなさことがさ、うん、なんかネットとか SNS の発達でなんか人間のさなんか醜い部分がちょっとあらわになってる感じが、ね、うん、しているんだけども、穏やかじゃないね、うん、だからそういうのをなんかね話題に最近上る、うん、そういったネットでの誹謗中傷についてみんなはどう思ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、うん、今回このようなテーマにいたしました、はい、で我々メンヘラ嬢で、はい、これねやっぱりちょっとメンタルにもねやっぱ関わってくる問題とも言えるから、うんうん、みんなはどう考えているのかなっていうので、はい、こちらにしました。はい、でメッセージいくつか届いてますので、あ、メッセージ来てますか、はい、ご紹介させていただきます。いいですね。メンヘラネーム
夢をつかぽんさんより。はい、夢をつかぽんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。誹謗中傷というか、めでたいことに自分のアンチらしき人がたまに SNS を通して僕にコメントをしてくることがあります。おうおう、夢をつかぽんさん自分でね、うん、お仕事立ち上げて、うん、それの告知とかもそうですし、自分で描いたデザインとかも、うん、あるいは写真とかね、いろいろあげたりするからね、うん、SNS よく活用されてらっしゃいますけれども、うん、そういった、SNS を通して僕にコメントしてくることがありますと、はい、ただ自分はその方のことをアンチという名のファンじゃないかと思っています。おー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 、自分があげた写真やイラストなど細かいところまで見てくれているようで、うん、何かと指摘してくれますし、うん、自分の投稿を見逃さずに反応してくれます。うん、以前つかぽんの投稿は承認欲求が強すぎて見ていて辛い的なことを言われたりもしましたよ。うーん、芸能人とか本当自分なんかと比べ物にならないぐらい辛い誹謗中傷の言葉を投げかけられていると思うけど、うん、心のない言葉なんかに絶対に負けないでほしい、うん、そのアンチコメントの数以上にファンの方がいるはずだから、うんうん、最後につかぽんからちょっといい言葉を。はい、お願いします。自分の一番のファンは自分自身であるべき。ドヤーだそうです。ドヤー。はい。ドヤーか。いいな。うん、SNS を通しての誹謗中傷ですけれども、うん、つかぽんさんも、うん、まあ、アンチ的なコメントをもらうことがあると。うん。うん、でもなんかやたらと反応はしてくれるし、うん、こいつアンチじゃなくてファンじゃねむしろみたいな、ね。細かいところを指摘してくれる。まあでもね、そういう 見方をできることも。まあ、つかぽんさん強いです。アンチと言われる方についてはそういう見方もできると思う、うん、ただやっぱり怖いのがここ最近の、うん、なんていうのかな、もうなんていうのかね、本当にただの悪口をぶつけてくる、うんうん、人たちはちょっとどうかなってね、本当にファンとも言えないよね。ただなんかその時の、うん、なんていうのかな、ムーブメントに乗って、うん、自分のストレスをぶつけているようなにも感じちゃうんだよね、ストレスの吐け口としてね、うん、それはちょっとどうかなと思いますけれども、うん、はい、では続きましてメンヘラネーム沖縄大好きさんより。はい、沖縄大好きさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい。テーマ、今日の夕飯はトマトサラダよ、わーい、わーいと、お皿の上には切られていないトマトが置かれていた話。切って、お母さんせめて食べやすく切ってよ、ではなくテーマ、ネットの誹謗中傷、あなたはどう考える。全然ちゃうやんけ。すみません、いきなり真面目に話すと堅苦しくなりそうだったので久しぶりにおふざけ入れました。では真面目な話、以前にもお話ししたと思いますが、僕も過去にリスナーかっこドルオータの人から SNS で誹謗中傷を受けたことがあります、うん、僕の周りにも数名の人が同じ人に誹謗中傷をされたり、脅迫なども含まれた内容で書き込みの被害を受けました、うん、おまけに名指しをされたこともありますし、ラジオでは言えないような悪口や、あるコミュニティ FM に対する悪口、うん、サブカル界隈を侮辱する書き込みも見たことがあります、うん、自分のことを棚に上げて被害者ずらしやがってと書き込まれたこともあります、うん、こちらからしたら、あなたはどうなの、あなたのしてることは正しいの、あれだけきつい言葉を言っておいて、あなたが自分が悪かったという気持ちもないの、謝りもしないのって思いました。誹謗中傷どころか実際に嫌がらせを受けたことも、そんなことがありトラウマになって、ラジオ見学に行くのもアイドルのライブに行くのも怖くなり、推してるグループのラストライブにも足を運べなくなり、ちゃんとお疲れ様でしたの一言も言えませんでした。それは辛い。そういった誹謗中傷を経験した上で言わせてもらうと、誹謗中傷をされてるうちが花だとか言う人もいますが、僕からしたら地獄だし、そもそもおかしいだろって話、うん、もう一つ言うなら、誹謗中傷で気にするなら人前に立つのはやめた方がいいという人も中にはいますが、うん、こちらからしたら、なんでそもそも誹謗中傷言ってくるやつらのために自分が苦しい目に遭わないといけないんだ、うん、SNS をやめないといけないんだ、ごましないといけないんだみたいなね、そうそうそう、やりたいことをね、うん、というのが本音ですとのことです。うん、うん、全くその通り、その通りだと私も思う。でもね、やっぱり心ない言葉はマジで心の
なんていうのかな、ない言葉は胸に突き刺さったりするからね、本当にね、うん、するね、何気ない一言でもね、うん、うん、普通に、なんかでもこういう人たちってね、多分面と向かったら言ってこないと思うんだよ。面と向かったら言えない人、言わない人が、そうそうそう、俺思うんだけどな、ね、だって普通にいてさ、なかなかいなくない？面と向かってさ、うん、バリとご飯浴びせてくるようなさ、人。あ、いましたよ。いたんだ。いるんだ、お前。私言われたことある。ああ、もうそれは。でももう、ね、辛いけどね、うん。辛い気持ちだったけど、うん。うん。あ、ツイキャスも来てますんで読みたいです。はい、よろしくお願いします。いいですか？はい。ちょっと待ってくださいよ。うん。ちょっと戻りますね。はいはいはい。はい、トークテーマ。うん。こっちでも。メンヘラネーム埼玉の郷さん。はい。トークテーマ、ネットの誹謗中傷。中傷どう考える？うん。面として言えない方が誹謗中傷するのがほとんどかと。まさしく言った通りだね。して毎回思うのが、スポーツファンかぶれが多すぎる。ちゃんと応援するならルール覚えろ。分からなくても今のポイントだったの、うんうん、とかで、うんうん、ええやん、日本人はそんなやつ多い、ほんとね、うん、なんかいわゆるにわかなのになんか言うことはね、うん、文句だけは言うみたいなね、あ、なるほどね、うん、選手の努力とかさ、そのバックボーンをもうちょい思いやってほしいね、思いやってほしいよね、うんうん、でロアさんからこんばんはって来てます。はい、ロアさんこんばんは。ロアさんこんばんは、ありがとうございます。はい、大子さんもこんばんはって言ってますよ。大子さんこんばんは、ありがとうございます、うん、で埼玉の郷さん、はい、いやつかぽんさん見ているところ違うね。アンチをちゃんと見ている、最高だなって。そうそう、つかぽんさんね、なんかメンヘラなんだけど、うん、なんていうのかな、ポジティブメンヘラなと、ね、ところがあって、うん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 、すごくあのハート強い方だと思います、うん、でも弱くもある、そうそうそう、弱くもあるんだけど、うん、なんかそうそうそう、なんていうのか、鎧脱いでる時があるんだよね、うん、あるある。うっかり。それをね、あの私たち見てるからちょっとね、うん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 、そうね、たかちゃんさん、メンヘラネーム、はい、たかちゃんさん、はい、ありがとうございます。アンチは嫉妬なんですよ、あ、封印って書いてある、封印、アンチは嫉妬なんですよ、うん、嫉妬だと思う、嫉妬だね、嫉妬もね、あると思う、ネタミソネミね、うん、あとそうね、あると思う、埼玉の郷さんからも来てますよ、また、うんうん、こんばんは、アンチです。ケンタさん、前髪ワックスしてもしなくてもいいかと思います。あ、本当？してもしなくてもいいかと思います。今日はね、昨日なんかお風呂に入るのサボっちゃって今朝入ろうと思ったんだけど、うん、社協の方がね、ちょっと自宅に訪問するってのがあって、お風呂入るタイミング逃しちゃって、逃しちゃったね、結局2日間入ってないんだよね。あ、そうなんだ。そう、私それ言っちゃったらバレるよ。昨日ね、もうお笑いってないで、ワックスしたままでやらせてもらってます。今日一日の汚れという名のワックスがついてますので、ね、よろしくお願いします。はい、で、メンヘラネーム、おこさん。おこさん、ありがとうございます。ニコ生慣れてたので、アンチコメ怖くないです。あら、ハート強い。すごい。コメントに名前。配信者やってたってことか。かな。あ、それか、見てたの、うん、見てたから、ニコ生も結構荒れてるもんね。うん、このバーッと流れるやつでしょ。うん、アンチコメ怖くないです。コメントに名前書いてくる人とかいたから、それの方が怖くて無言になった。どういうこと？笑い。どういうこと？名前を書いてくる人がいたから、それの方が怖い。大光さんの実名を書いてくる人とかってこと？怖いな。それだとしたらよ、めっちゃ怖い。その人の名前じゃないの？何の目的があって？怖いけど。本名で、じゃあ本名を出しながら、うん、アンチコメをしてくるみたいな人がいたのかな。なんかそれは正々堂々としていいと思うけど。ああ、そうかもしれない。まあ、どこまで本当の本名をちゃんと名乗ってるのか、ね、ちょっとわからないけどね。ね、うん、で、メンヘラネーム、ヤンキツさん、夏美さん、ケンタさん、ご無沙汰です。ご無沙汰してます。ありがとうございます。我々とね、ちょっといろいろと、ね、メンヘラ的なところで、ありがとうございます。やまなかったり。やんだりやまなかったり、やまれたり。なかなか予定通りに。収録ができなくて申し訳ないんですけれども、埼玉の郷さん、はい、いっぱい来てますね。埼玉の郷さん、はい、がってことじゃないよ、いっぱい追加されてますね、はい、埼玉の郷さん、誹謗中傷するやつは幼少期に親に言われていたりする。ああ、なるほど、もうだから言ってもいいんだっていうなんか擦り込みがね、他人に対して言ってもいいし言われるのもしょうがないみたいな、なんか、まあ、環境はね、もしかしたらあるのかもしれないね。で、また逆に誹謗中傷されたら弱い。
または切れる。そうかもね。うん、そうだね。切れる方かもしれないね。切れたりする方多いかもしれないです。うんうん、で、メンヘラネーム武蔵さん。はい。夏美さん、ケントさん。リスナーの皆さん、こんばんは、シュイ。こんばんは、シュイ。ラジオ収録生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。武蔵さんもぜひぜひ、あの、誹謗中傷について何かあったら送ってください。はい。ネットの誹謗中傷、皆さんはどう見てるのか。なんかね、俺はもう安心したよ。もしね、うちのこうやって来てくれるリスナーさんの中に、うん、誹謗中傷されることもしょうがないよねみたいなね、うん、人がいたらちょっと寂しいなって、まあそういう意見もねあっていいとは思うんだけど、皆さんなんかやっぱり誹謗中傷はいけないよねっていうスタンス、うん、だからやっぱりああいう誹謗、ネットでねわーって騒ぎ立てる人たちって本当に一部の人たちなんだろうね、うんうんうん、だからそれがやっぱりネットで取り上げ、ニュースで取り上げられたりして、うん、大きく扱われたりするからなんか大多数の声みたいに感じちゃったり、うん、人によってはね、その受けた誹謗中傷の、うん、やっぱり言葉もねナイフになるからね、刃にね、それですごく傷ついて苦しんでしまう、うん、そういうのがやっぱりあるんだろうなって思いますわ。ですね、うん、もう少し読んでいいですか。はい、どうぞ。たかちゃんさん、うん、誹謗中傷する人はそれが習慣の病気なんです。ちょっと病的よね、でもね、病的な方もね、ヘラ的よね、うんうん、で、沖縄大好きさん、こんばんは、はい、チラッお帰りなさいって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージもありがとう。うん、ありがとうございます、うん、もう本当皆さんありがとうございます。こんないっぱい来てくれて、うん、おうこうさん、はい、おうこうさん、はい、おうこうって名前で活動してたのに、うん、自分の母もニコ生やってたから、うん、そこで間違って俺の名前言ったの聞いたのか、俺の配信で俺の名前をコメントで書いてくる人いた。怖そういうことか、怖。あ、怖い。じゃあ大子さんの本名で書いてくる人がいたってことだね。そういうことだね。怖。もうまたエンディングでちょっとまた、はい、触れましょう少し、はい、ではエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、今回は、はい、ネットでの誹謗中傷、うん、あなたはどう考える、どう考えるをテーマにお話しておきましたが、うん、はい、先ほど申し上げたように、はい、リスナーさんがね、皆さんが誹謗中傷について、うん、誹謗中傷別にいいだろうって言う人がもういなくて、俺は本当に安心しました。なんならやったことあるし、いなくてよかった。いやね、なんかやっぱり意見を言うのはいいんだよ。本当に悪いことをした人に対して、なんていうのかな、その人について考えるとかね、その行動について考えるとか、意見を周りで出し合う、別のところでいちいちその人にぶつけなくてもいいじゃんって思っちゃうんだよね。いや、埼玉の郷さんの読んでいいですか。はい、どうぞ。はい、ふわちゃんの誹謗中傷の前に、うん、いちいち SNS を上げる側にも責任はあるのかと思う、うん、SNS がない時代はそんなことなかったよなってことも書いてありましたね。ああ、ほんとね、うん、文字からはなかなかやっぱり感情とかがさ見抜けなかったり、うん、あとは情報が不足していたりで表情も見えないしね、表情も見えないから、発信する側もね、のなんていうのかな、その内容を変な風に受け取って、うん、それがをなんていうのかな、誹謗中傷の対象にしちゃう人もいるからね。だから本当こういったネットが発達したことによって便利にはなったけど、うん、本当に指先一つで人殺せる時代にはなったと思うから、うんうん、人を殺める、これもあれですね、一つの意見というか、そう、うんうん、そういうあれですね、うんうん、でした。で、沖縄大好きさん、はい、メールでも書きましたが、はい、僕は泥オタからの誹謗中傷を受けた際に、うんうんうん、僕以外にも同じ人に被害を受けた人が何人かいて、うんうん、障害者を侮辱する発言や気持ち悪い〇〇とか書いてたり、うんうんうん、僕に対しては社会的にマスピーするとか、うん、職場に乗り込んでやるとか過去に言われたことあります。言われると実際怖いよね、うん、
正直その人のせいでトラウマになったのもあって、うんうんうん、ラジオ見学もアイドル現場に行くのも怖く、まだトラウマは取り除けてない、うん、トンの本人は謝罪の一言もなし。あ、そっか、沖縄大好きさん、まあでもそれを乗り越えてね、今は番組も持って ね、やってる、やってらっしゃるから強くなったってことなのかな、うん、あれ、あれですよきっと、ラジオで失ったなんとかはラジオで取り返す、最近夏みの中で流行ってるね何々で失った何々を、そうそうそう、はい、最近で言うとリゼロで失った自信はリゼロで取り返すとかね、はい、そうそうそう、パチンコだよパチンコ、パチンコ、この子パチンコハマってるよ、いやいやハマってない、そんなことはないですハマってないですよ、はい、ハマぐらいです、あー、もうやがてだねそしたらねはい、では今日はうん、まああっという間でしたけれども、皆さんがねちょっと心優しい人たちばっかりで安心しました、はい、誹謗中傷良くないよ、うん、うん、はい、では本日のメンヘラ城はここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。ありがとうございました。